ヤンニョムチキンです。ここの店を超えるものはないですね。これで酒がなくなったら自分でここに持ってきます。これででママお願いします。で取りに行きますよって言ってるけど持ってきちゃうんで見張ってなきゃいけない。ヤーキンさんありがとう。あやだな本当チヂミです。ちゃんとさ子供用にさちっちゃく切っていただいてありがとうございます。お母さんの家庭料理食べてきてるから、そうそうそう、なんか元気が出るとなんかすごいいただけるの。これは閉店を惜しむ常連さんたちが大好きなお店で過ごす最後の時間を自らカメラに収めた物語。なんか私安心してた。なくならない大事なことよく知ったんで初めて知る。そんな感じですよね。寂しい。西荻窪駅から歩いて2分、オレンジの扉が特徴的な韓国料理屋さんがありました。韓国家庭料理金ママ。この店は2023年12月30日をもって閉店。11年間一人でお店を続けてきたのが金信恵さん65歳。金さんの旧姓は平野さん。韓国の方と結婚後家族のために覚えた韓国料理が絶品でお店を開業。以降11年間常連さんに愛され続けました。閉店する理由はやっぱりコロナで形が変わったね。それだしこんなおばちゃんだからその SNS 駆使してさなんかするとかそういうこともなかなかちょっと難しかったし、後悔するかしないかはちょっとまだ分かんないけど、まあ自分の判断はしょうがない。もうこれで決めたからあんまり後悔しないようにと思ってます。閉店22日前、お客さんが誰でも自由に使える常連さんカメラを設置。このカメラで常連さんだけが知る金ママのお店の魅力を撮影してもらいました。一人で来たの初め本当に、うん、一人で来たんだけどスンドゥブをねお願いしたらね出てきたの。これがうまくてさ、もう見た目はもうマグマみたいにねボコボコなってんだけど、辛そうに見えんだけど全然違うよね。まあうまいよね。うまい、うん、はい、お待たせしました。来ましたこれ。来ました。これね。これ。本当これがね。これやばいよね。これがやばいマジで。ママのとこのやつはいやいやお母さんが作ったスンドゥブみたい。社長は糖質抜いてるんで豆腐多めっていうわがまま聞いてもらってます。めっちゃうまいな。常連の極みですね。これ抜群にうまい。だしがね。本当にうまい。こういうね、店がなくなるっていうのは本当寂しいね。寂しいですね。うん、これがヤンニョムチキンです。ここの店を超えるものはないですね。今はあの、はい、鶏のスープで、はい、麺でいきます。はい、麺で、はい、お願いします。はい、お待ちどおさまでした。ありがとうございます。では、鶏のスープ。これが金ママの鶏のスープです。金ママ曰く三下炭を一人で食べられるいうコンセプトで作られたらしいですけど、もう本当にもう絶品のスープで、さらに我々は麺を入れています。もう唯一無二のスープであり麺であるという。いただきます。この味がなくなるっていうのは残念なわけですよ。海鮮チーズです。海鮮チーズ、チーズ、めっちゃ美味しそう。生マッコリってグラスでも飲めるんですか？はい、飲めます。じゃあすいません、グラスでお願いします。おかしいやろ。
はこんな声じゃないんですよ。どこと来ればよかったなって思ったの。いや、とんでもないや、申し訳ないですよ。いや、とんでもないですよ。いや、もうそんなね、週の初めぐらいの時ってあんまりやってなかった、うん。もう一つはあの娘が出産して、うん、そう、それで結構長く休ませてもらったりなんかしたんです、うん、まあしょうがない、もう娘たちの方が大事だから、それをやんなきゃ。当たり前だよ、当たり前、当たり前。娘さんの産後の手伝いでお店を休みがちな時も多く、ますますお客さんが遠のいてしまったそう。なんか私安心してた、なくならない。うん、寝るからいいさ。だよ、ダメだね、やっぱり。そういうふうに思ってたらよくないんだね。大事なことよく知ったんだ、初めて知る。本当そんな感じですよね。寂しい。閉店を知り、最後に金ママに会いたい常連さんで、お店は連日予約でいっぱい。もうみんなに作ってください。15日の金曜。いや、ダメだね。これ終わるっていうことを知って、みんながいつまでもここにあるもんで、キママあるもんだと思ってたってみんな言うのよ。本当に申し訳なかったなと思って、うん、それでは11年常連さんに愛されたキママ、その最後の日をご覧ください。昨日夜予約があったから、それ終わってから昨日も帰ったのが2時半ぐらいだった、うん、夜の、うん、で今日6時半ぐらいに来た、多分疲れてるから泣くどころじゃないかも、ね、倒れるように倒れ気絶してるかも。オープン3時間前、すでに金ママは料理を作り始めていました。初めての量なんですけど、これ何人前です、何人前これ。今日は予約は入ってないですか。予約っていうのだからなくしたの。今まで予約してたら、予約してない人たちが入れなかったから、あそこに1000円入れてもらってあの袋作ったんだけどさ、 あれそういう人が来れればいいなと思ってんだけど、初めての経験だから、あの時間がある時に来てもらって、私がご挨拶できて、まあそのついでにちょっと食べていってっていう感じ。うん、あ、こんにちは。あ、ごめんごめん、ありがとうありがとう。今開けようと思った。あ、大丈夫です、あのちょっと、いや、開けようと思った。あ、すごい、すごい、美味しそう。いろんなとこにカメラが、ね、そう、いろんなところ今日はね、娘、あの子供がいるので、はい、今日は来ないです。好きで好きで持ってくれる子供だから仲良くなってありがたい。私、今月3回目なんか撮る、うん、じゃあ、うん、料理の紹介、うん、料理の紹介、料理の紹介、料理の紹介、基本全部美味しい、うん、ね、美味しいよね、うん、私はチャプチェが大好きで毎回頼んで、うん、チャプチェ美味しい、全部美味しいんだよね。そうなんだよね、キンパももうみんなで散々食べてる。あー、トッポギ、やったー、ありがとうございます、ありがとうございます、やった、みんな大好きトッポギ。両方かけてる。あ、出た。青、着いたよ。お邪魔してます。ありがとう。これで回してるよ。これもテレビ局のカメラ。そうだよ。ありがとうね。集まるところここにしてくれて、すいません。いやいや、全然。せっかくね、来れてよかった。そう、バッチリだったからね、時間帯が。本当。そうそう。こんにちは。一人1000円なの。はい、こっちは初対面。で、全然そう。初対面です。ありがとうございます。あ、2個ください。すいません。あの酢飯にした方がいい、はい、ありがとうございます。どうもお疲れ様でした。あ、社長、いらっしゃ
来ましたよ、やっぱり。やっぱね、最後は来ないとと思ってね。はい、ここ食べるのがあるんです。また、これ、後に食ったら懐かしく感じるんだろうね。その後も常連さんが入れ替わり立ち替わり、続々と来店。初対面の方も多いけれど、金ママを愛する者同士すぐに打ち解け、最後の時間を共に過ごします。あのお手伝いを頼んでるなっちゃんです。もう団体予約とかあるともう手が足りないからなっちゃん頼んでる。金ママさんってどんな方ですか？お母さんより上だけど、すごいお母さんみたいな感じで大好きです。そうそうね、頑張ってください。あ、そう、これは私とウルマちゃんから。ありがとうございます。悲しい悲しい、本当本当悲しいね。どうも。あ、ありがとう。お疲れさん。ありがとう。この人はね、もう生まれる前からしてたかな。前、生まれてから、まあ、そうだね、生まれる前からしてたんじゃない。そう、この人のママと私とで PTA をずっとやってたの。全部知ってるもんね。全部知ってる、全部知ってる。西荻で悪さできないから、本当に家で怒られる前に金さんに怒られるんですよ。だから僕には母さんが2人います。なんなら性格も似てるし、フォルムも一緒だから今違う、お母さんのがスリムになったフォルムも一緒だからね金さん歩いてる、あれ母さんあー、でも本当いいの今日。大丈夫です、カーテンいっぱい。ならないでいこう。ならないです。ならないでいこう。なかなか会えないじゃん、だってね、動かなくなったなかなか会えないから、悲しくてしょうがない。みんな顔したんだろう。いや今もうガールズグループだ。あれ、ガールズグループ。おお、久しぶり。あれお久しぶりです。お久しぶりです。閉店2時間前にやってきた息子さん。母さんがさ、すっげー元気な。2人は小学校の頃からの幼馴染です。みんなで笑顔で。息子さんも来たし、うん、2人の息子さんに囲まれ、最後の時間を過ごす金ママ。ブラビって言ってたね。あ、あー、どうも。あ、ありがとう、どうもありがとう。あ、いや、なにこれ。どこかでまた会える、うん、やだ、あなた泣かないでよ。そんなことがない。私もだからさ、もうもらうからありがとう、ありがとう。ちょっとハグありがとうね。ありがとうございます。もうありがたいね、本当に。いいよ、もう大丈夫。あ、お母さんいないんで、はい、お母さんにメッセージお願いします。母さん、なんでお前がメッセージ取るんだ。早く。いや、お疲れ様でした。え、本当お疲れ様でした。それだけですか。いえ、ありがとうございました、美味しいご飯を。ですよね。はい、はい、ね、カメも一緒にね、怒られてきたもんね、小学校。そうですね、怒られてきましたね、うん、これから、うん、これからね、あのたくさん恩返しできるように。そうだね、頑張っていきたいと思いますよね。思うね、ありがとう、はい、すいません、ありがとうございます。うん、美味しい。
11年間ですか、うん、お疲れ様でした。ごちそうさまでした。いいです。なーに、なんて、どういうこと。あんたから言われると思わない。いやいや、お疲れ様でしょ。なにかこつけてんだよ、もう。やべんて、もう、そりゃバカだな、もう。ありがとうございました。ああもう子供は育てるの大変だけど、本当にこういうことがあるからやってられるのかな。ああ本当にありがたかったです。ありがとう。この後常連さんが撮った思い出の映像をプレゼント。もう一枚いきます。はい、3、2、1。頑張ってやってきてよかった。皆さんにお会いできてよかったです。後日常連さんが撮った思い出の映像をプレゼント。本当うまい。ちょっとお前も食べてみろ。熱いの食えないからさ。どうだって本当熱いの食えない。やだやだ。こんなとこ。ひんママさん、ありがとう。ありがとう。ありがとうね。ありがとうございます。ああ、そんなもんのギリギリ間に合いました。ありがとうございます。たくさん恩返しできるように、そうだね、頑張っていきたいと思いますよね。思うね。やだもう。いや本当にこんなに最後、あの素敵な最後を迎えられるとは想像だにもしてなかったので、本当にありがとうございました。